はい、こんにちは、カズです。今日はシートタイプのレインドロップ、拭くだけレインドロップ使ってみたいと思います。はい、今日はですね、バズーカ噴射のレインドロップってね、これね、だいぶ昔にそう簡易コーティングのねやつ使ったと思うんですね、うん、これのなんかちょっと新しいやつで拭くだけレインドロップっていうのが出たんですよ。結構なんかあの YouTube やってる人もう結構使ってる人いるんだけど、うん、まあ、ちょっと俺も使ってみようかなと思って買ってきました。いい、はい、でこれね、拭くだけレインドロップ20カット巻き、20枚の、そう、この中に20枚分シートが入ってて、それでまあ簡易コーティングしていくんだな。価格が1408円税込み、こっちいくらだったかな、こっちもね、大した同じぐらいだった、確か同じぐらいだった、だからこっちは一回一回こうスプレーブシャーっとしてさ、マイクロファイバークロスで拭く、こっちはあの濡れたまんまのところをこいつでそのまま拭く、だからちょっと手間が省けた感じ。ただ手間が省けたからっていろいろいいことばかりではないんだな、そういうとこもちょっと加味しながら使ってみたいかなと思います。で、製品の特徴としては、洗車後水滴を拭き上げるだけで強力撥水コーティングと、しっとりした自然なツヤ仕上げ、ボディの他にね、ガラス、ホイール、グリル、ミト層樹脂、バイザー、こういういろんな場所に使えるんだな。で、約2ヶ月の、撥水耐久、ガラス面は約1ヶ月と。で、プロコーティング施工者対応、要は本格的なガラスコーティングがかかってる車の上からもかけれるよと。で、門型洗車機ユーザーにおすすめ。要はあの、こだわってさ、手洗いでバリバリ洗車するってんじゃなくて、洗車機通して、そう、そのままさよならみたいなさ、その拭き上げ、あれ使わなきゃいけないからね、そうそう、本来はあれちゃんと拭き上げないと水垢になったりとかするから、うん、ちゃんと門型入って出たらちゃんと拭こうねって話じゃない、じゃあ拭くのをこれでやろうねっていうね、そしたらコーティングもできちゃ うなっちゃうよっていう多分ことなんだと思うな。でもな、そこにはやっぱりね、いろいろな落とし穴もあるわな。で、まあ、新開発 OSAE シートっていうのが、超撥水処理と自然なツヤ仕上げを実現したような感じ。なんかね、傷をね、こう防止しながら、瞬時にこうコーティングをかけるみたいなね、シートになってんだな。そうなんだ。そしたらどうしようかな。じゃあ、早速 BMW、 さっきからね、実は使い回しなんだけどね、こいつね使い回しなんだけど、こいつ洗車して、鉄粉取ったから、さっきあのマグマで鉄粉取ったから、ウルトラハードかけない、ウルトラハードあえてかけない。そうなの。下地を完璧な状態じゃなくて、あえてあの微妙な状態でかける。これに、水一回かけて、濡らした状態で拭くだけシートやってみたいと思います。はい、じゃあまずは濡らそっか。じゃあ行きますよ。ベシャッと。まあこんな感じや。こんぐらい。撥水してるっちゃ撥水してるか。してるっちゃしてるけど。してるっちゃしてるな。でもそこまででもないな。まあ、我々がお好きな撥水ではないや。バチバチの撥水ではないな。そしてじゃあこれ使いますね。まずまあ開けるね。当たり前だけど。開けるとこんなんなんだよな。キッチンペーパーみたいな。そう、キッチンペーパーみたいなね。あ、でもちょっと分厚いね。本当だ、ちょっと厚みがある。で、これをくるくるっと、あ、切れ目が入ってる。切れた。簡単に切れた。で、2枚重ねてやるといいって言うんだけど、したらだって10回分しかない。だからシートを2枚重ねて使用すると効率作業できますって書いてるの。でもあえて俺1枚でいこうかな。1枚でいこうね。1枚でいこう。そして切ったらシートを水で濡らして固く絞り、濡らすんかい。そう、使いやすい大きさに折ります。中和車2、3枚使うって。そう、そうだから1枚ずつ使ったら2、3枚使う。ってことは意外と高いかもしれんねかもしれん。ガラスとボディの水滴をどんどん拭いていきます。ガラスからボディの順に拭くのがコツと書いてます。水滴を拭きの切れが悪くなったら取り替えると。で、使用済みはゴミ箱へと。はい、じゃあやってみましょう。はい、まずはシートをしっかり濡らす。すごいねこれ。で、絞る、固く絞る。これで拭くの。へえ。まずガラス行こうか。したらガラス、濡れてなくて大丈夫。ガラス、そうか、濡れてないかてんやわんやだぜ。ガラスあんまり見せたくないんだな。クソだから、ね、そうクソ
ソだからじゃあガラスいきますよ。こうやって拭くと、あ、でもあれあれん、ちょっと発生する、弾いてない、弾いてる多分。でもさ、うん、水吸わねえよ絞りが足んないんじゃない。そうなの、たら絞ると半分だけ残しておこうしたら、これは、あ、半分残すか、そうだな、うん、の方が分かりやすいし、あ、ちょっと水滴取れてきたか、うん、あ、何回かこうやって何回かこうやって拭かなきゃいけない、一発でさ、うん、水滴をあんまりびしゃびしゃだとダメなのかしら、取ろうと思っても一発でなんかやっぱこんなちっちゃいもんだからさ、うん、吸い取れないよね。そうだね、うん、なんかこうやって拭いては、うん、絞りか、うん、拭いてはめんどくさいね、ちょっとめんどくさいね、ああやっぱりそんなね都合のいいもんばっかりねないんですよ、うん、そうですね、うん、はい、窓そんな感じ、はい、じゃあ窓こんな感じね、はい、あとちょっと自然に乾燥するかな、はい、じゃあボディいくよ、ちょっと面を汚れたら面を変えてやっていくと、うん、いうことなんで面変えました、はい、そしてもういつもね視聴者さんからね一方向にやんなさいって言われるからあの一方向にねあんまりこうあれしないようにしてね、うん、でもねやっぱ水のねあの吸収は悪いね、そうだろう、ただの紙だからさ、うん、うん、悪い、うん、でもう水取ったら絞る、うん、でたまに洗う、うん、たまに洗った方がいいんじゃないかな俺きっと、でも洗ったら効果なくなるじゃん、そっかなくなるのか、だからあれじゃん、うん、あの変えてね、変えるのか、だって拭き切れが悪くなったらシートの取り替えだな、取り替えて、うん、あ、拭き上げ後1時間以上乾燥させるとあれだってより効果発揮、なんか、うん、皮膜が定着し撥水効果が向上します、あ、マジか、そうか、めんどくさ、でもあのあ、でも何回か拭いてると、うん、意外と大丈夫、意外と拭かさってる感じするね、うんうん、うん、これも半分でやめようか、うん、うん、ほんで違いを半々でちょっと、そうだね、どうする、ちょっとだけ待つ、待つ待つしたら待ってみようか、そうだね、うん、せっかくだしね、うん、じゃあちょっと待ちましょう、うん、はい、はい、はい、それでは拭くだけレインドロップを施工して1時間まで経たないかな、30分以上ぐらいかな、うん、経ったんで軽く定着したと思うので、まず窓ガラスからね、うん、なんかちょっと違いが出るかどうかやってみたいと思います。こっち半分かけてます、うん、そっち半分かけてません、うん、はい、水かけます、はい、じゃあ、お、どう、あ、おお、めっちゃ弾いてるよ、あ、弾いてる、すごっ、お、弾いてる弾いてる、お、すげえじゃん、思ってたより、あれ、お、あ、でも分かる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 、境目切りのがいいのかな、なんだなんだ、こっち側メタ、うん、メタってなってる、こっち側つぶ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 弾いてる、うん、あ、弾いてるわ、弾いてんね、うん、弾いてるわ、弾いてる弾いてる、おお、へえ、ちゃんとちゃんと出てんじゃんかよ、なあ、すげえじゃん、はい、窓ガラスこんな感じ、うん、ちゃんと効果出た、そしてじゃあボンネット、はい、いくよ、見えるかな、見えるかい、弾いてんだけど、しっかりほらわかる、結構ね弾いてるよこれ、見て、ほら、うんうん、うん、わかるかな、白い車でごめん本当にごめんさっきより全然弾いてる、じゃあこっち行くよ、うん、ほら、あ、あ、わかる、この感じ、うん、ね、この引き方、うん、でこっち側、ほら、お、こんな感じ、うんうん、ほら引き方で変わる、わかるでしょ、うん、うん、かけてる最中はそんなわかんないけど止めた時にさ、ね、分かるじゃん、意外といいかもしれない、ちゃんと発生してる、あ、びっくり、あれれれ、思ってたより良かった、やだな、やだな、うん、もっとクソみたいなのを、そう、想像してたんだけど、うん、これは使えねえよってさ、うん、思ってたんだけど、ね、意外と良かったぞ、じゃあちょっとこれ拭いちゃうよ、拭き上げちゃうよ、うん、もう一回ね、はい、
ほら、撥水するから拭き上げも簡単。うん、半分バズーカ噴射にしよう。半分バズーカ噴射ね、うん、追加実験、普通のレインドロップね、これをじゃあさっき見せ口だったこっちの右半分にちょっとやってみたいと思います。じゃあちょっと軽く濡らしとくね、うん、あまりびちゃびちゃにしないで、うん、はい、いいんじゃない、こんな感じね。じゃあここに行きます。こんなとこかな、うん、で拭き上げる、うん、よく臭い、ガスガスカの匂いする。ああガス、ああでもさ、やっぱりこっちの方がツヤっていいよそうだね、こっちの方がさ、もうやっぱツヤいいよ、うん、でもこうやって見てるとさ、うん、別にこっちでも手間かかんなくて、手間かかんないあのバズーカ噴射のこっちのレインドロップだけでも全然手間かかんないから、そうだね、全然楽だから、全然ライトも何もかもこれでいいじゃんって感じ。窓は、あ、窓、あ、これ窓いいんだっけこれ、うん、ガラスいける、あ、そう、じゃあ行こうか、半分ね、うん、また半分かよまた半分かよいいじゃんこんな感じ、うん、いけいけ、また半分だけおかしなことなんだかこれ足りる、なんかシュワシュワっとする、シュワシュワっと、うん、足りそう、十分足りんじゃない、本当、うん、なんか1メートル四方に1秒だからいいのか、大体いいとこだしょ、全然そっちでも別に早いじゃん、むしろマイクロファイバーでやった方がさ、水そう吸うからね、早いんだよそう、あれで何回も絞って何回も絞ってってやるよりもこっちの方が早いわ、いいんじゃない、うん、よし、こんな感じね、うん、放置します、はい、放置します、10分ぐらい放置しましょうか。はい、それではちょっと追加の実験で向かって右半分にバズーカ噴射のレインドロップかけてみました、うん、窓とボンネットね、うん、はい、じゃあ窓からいきますか、いきますよ、じゃあ、あ、弾くわ差あるか、うん、うん、うん、シートの方がよくね、シートの方が時間経ってるからね、そうか、いやでもどっちも、あ、どっちもどっちか、似たような弾きになったか多分、あ、ちょっとシートの方が時間経ってる分よく見えるわ、うんうん、少なかったかな、うん、そういうわけじゃないか、足んなくはなかったような気がするんだよな、でもさっきよりは全然弾くね、うん、さっきメターってさ、ベチャーって弾いてたけど、うん、玉になってるから、そうね、うん、こうやって見ると弾いてるわ、あんま変わんないわ、うん、終わったらね、こう水の流れが終わったら、うん、結局変わんなくなる、ちゃんと弾いてる、うんうんうん、でこっちもちゃんと弾いてる、弾いてるね、うん、うん、やっぱ窓にもちゃんと効くんだわ、レインドロップね、うんうんうん、でそんなに大きな差はない、ない、うん、ないってことはシートでも意外といいってことだ、でもそう、シートのコスパの問題だよね、そうだね、あの手軽さと、コスパどっちを取るのかっていう感じだよね、うん、まあ1台でさ、うん、2、3枚って書いてあるじゃん、そうだから考えたら10回分か2,3 枚ってことはやっぱ10台分ぐらいしか使えないから10回分1400円で10回分ってことは1回140円でバズーカ噴射はこれ何台分だっけ、あでも軽自動車5台分だ、中型4台、ああ意外と意外と使うんだ、ね、意外と使うんだな、こっちの方が逆にこっちの方がコスパいいかもしれないんでしたら、うんだね、なるほど、じゃあボンネット行こうか、あら、あれボンネットはさ、うん、バズーカの方が良さげじゃない？そうだね、あいやでもさ、玉感が、あそうだね、玉の盛り上がりはこっちの方が高いね、ブンってしてる、うん、こっちちょっとペタッとしてるね、うん、あ見えるかな、うん、これはきっと、うん違うわ、うんうん、こっちの方がやっぱりパキッとしてるね、ボンネット、うん、は、うん、車体はバズーカの方がいいかも、そうだね、まあ仕方ないよねそれはね、うん、窓はもしかしたらさ、うん、シートの方がよくなんかこうなんつうの、まんべんなくこう、うん、行き渡ることができるもんね、液がね、うん、いやバズーカの方が当然成分がさそのままさ、うん、こう行くんだから、
いいよねこっちもね。そうだね、うん、やっぱお手軽にさシートってなると、うん、やっぱり性能的には多少落ちるんだろうな、うん、でももっとダメかなと思ってたよ俺、うん、もっとダメかと思ってた、もっとダメかと思ってた、そうもっとダメかと思ってたけど意外に検討してる、うん、最初のさ、うん、2筋ぐらいはさ効きそうだけど、うん、その後貸すみたいな、うん、かなと思ったよね、思ってたんだけど、うん、それもないね、そう意外と検討した、結構弾く、結構弾くわ、うん、いいね、はい、はい、今日は福武レインドロップ使ってみました、うん、まあ、使った感想としましては、思ったよりは良かった、うん、思ったよりは撥水したし、思ったよりはまあなんだあのまあ良かったわそうだね、うん、ただね湿式ってねこういう洗車して、拭き上げるのと同時にコーティングがかかるよっていう商品、うん、まあ、これもそうなんだけどね、うん、多いと思うんだけど、そうだね、これってさ微妙にこう落とし穴があると思うんだけど、うん、あの水流してねシャンプーしてさ、うん、スポンジで綺麗にちゃんと きちんとこう完璧にこう綺麗にね落とせばそのままこれでもいいんだけど、もしも、コイン洗車場とかで水流して、シャンプーがブワーッと出て、うん、その後水でもう一回すすいでこれで汚れが落ちたと思ってこういうものを使っちゃうとね、汚れがまだ残ってる可能性があるんだな。そうだね、うん、でその汚れが残ってる中でマイクロファイバークロスとかこういうものでこすってしまうと、うん、例えば黒い車なんかは、うん、壁面にね細かい傷がつくから、だからねこういうお手軽なものはいいんだけれども、うん、その前の段階がしっかりしてないと非常にね使うのが難しくなるんで、あのこういうお手軽なものを使うときは使うときほど下地の洗車綺麗に仕上げないと悲しいことになる場合もあるから ね、 あのそうだね、十分気をつけてね、あの特にあの洗車まだ初心者の人とか ね、 そうだねはこれがお手軽だからって何でも使うってなるとちょっと失敗する場合があるんで、まずはきちんとシャンプーして汚れを全部綺麗に落とす、うん、これが絶対大事、うん、 そうだね、それからこれとかこれとか使ってください、うん、はい、本日の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました。